太らないパンの食べ方3つをお伝えします。あなたはいかがですか？パン大好きですか？私も、大好きです。その気持ちすごくわかります。でもこうパンを食べると太るなとこう分かってるけれども、やっぱり食べたくなりますよね。でまたこう食べ出すと結構止まらないってことないですか？まだいけるみたいですね。もうそれぐらいパンってやはりこうあの香りだとか、あのもう見た目も可愛くてですね、もう本当にわ食べたいって思いますよね。すごくわかります、その気持ちですね。過去ですね、私もあのパンすごくその食べていた時期があってですね、ここであの発表しますと、実は朝昼晩パンという日が結構ありました。朝昼晩パンでも全然平気なんですよね。でしかもあの菓子パンみたいなですね、もうまさにそのもちろん太りますよね。それだけパンばっかり食べたらもちろん食べ過ぎは太ってしまうんです。ただ、そこで、この動画をご覧いただきますと、そのパンは食べるんですけれども、そのパンを食べてもこう上手にダイエットがこうできる方法をお伝えしていきますね。でその解決策を、ポイントでお伝えしていきたいと思います。まず一つ目です。良質な材料のものを選びましょう。これは何かと言いますと、あの精製された、まあ、真っ白い小麦で作ったパンよりも茶色い色のパンが良いんです。それは、まあ、例えて言うのは例ですね、全粒粉パン、玄米パン、ライ麦パン、米粉パンなどなど、こういったパンにはまたビタミン、ミネラル、食物繊維が入っておりますから、やはりその精製された栄養のない小麦のパンよりは、やはりこういった茶色の色をしたパンを選んでみてくださいねということです。では解決策の2つ目ですね。プレーンなパンを選びましょうです。もうおすすめはですね、フランスパンですね。フランスパンは普通パンにこう含まれています、まあ、お砂糖であったりバター、マーガリン、卵、乳製品、油類ですよね、こういったものを含んでいないパンなんです。もうすごくシンプルなんですね。もうとってもあの裏見てください、成分表ですね、原材料見てください。とってもシンプルな材料でしか作られていません。こういったパンを選ぶことで、あなたはこの余計なですね、こういった悪玉菌が喜ぶような、まあ、イコールデブ菌になってしまうようなですね、こういったものを、まあ、取らずに済むわけです。大丈夫ですか、ここまで。なので、私もパンをいただくときはもうなるべくこういったプレーンなパン、そしてこの茶色いパンを選ぶようにしています。でまた、できればパン屋さんのですね、こう手作りパンを選ぶようにしているんですよ。では次3つ目です。ちょっと変えますね。3つ目はこれまたすごく食べ方のポイントなんですけれども、今までは種類でしたね。こちら食べ方です。さあこちらはですね、過去の私のようなパンの食べ方なんですけれども、悪い例でですね、ご飯、要は食事がパンだけっていかがですか、ありますか？こう私はですね、勝手な自己判断で例えばお昼にこうパンを食べようと思って買うときに、そのまあいろんな種類のパンを買えばバランスいい食事だろうとこう勝手に思い込んでいたんですね。なので、例えば3つ買うとして、こう1つ目は先ほどのこうプレーンっぽいパン、まあ、例えばくるみパンとかちょっとこう体に良さそうなパンを選んで自己満足した後に、あとはそのまあフランクソーセージがこう入った油たっぷり、またこうピザとかですね、ああいったこう油物がたっぷり入ったのパンが、まあおかずの代わりになるかなと思ってですね、選んで、その後にでもやっぱり辛いものを選んだら甘いものも食べたいなと思って、やっぱりいっぱいこうクリームが挟んであるような菓子パンですよね。これを3つ選ぶことで食事としていたんですね。これでバランス取れてるってもう勝手に思い込んでて、でもよく考えたら、まあ、サンドイッチとかでもない限りこう野菜が取れてないと思うわけです。ね、そこで、じゃあ 100% の野菜ジュースを取れば、これで野菜も取れるよねっていう形で、このようなメニューをですね、選んでお昼ご飯にしていたんですね。こんな選び方ではますます太ってしまうのは当たり前です。
しかも肌トラブルになるのも当たり前ですよね。なぜかというと、あまりにもですね、糖質と脂質の組み合わせで太る菌、善玉菌です、ね、あ、悪玉菌ですね、デブ菌と呼ばれるその悪玉菌をこう増やす食べ物なわけですから、先ほどのあの野菜ジュースもですね、実はこう200、まあ、別の動画でもお伝えしているんですけれども、 200ml のこうパックの 100% 野菜ジュースってありますよね。あのジュースもですね、角砂糖がだいたい6個分入ってるって言われるぐらい、もうめちゃくちゃ糖分入ってるんですね。なのでそのような食事を選んでしまうと、もちろんもう太る道まっしぐらなわけです。そこでパンのみを食事にするのをストップしましょうという方法です。で、これは例で言いますと、そのパンをですね、そのお米の代わりとして見立てるわけです。そうすることで、まあ、和定食とか、まあ、定食ありますよね。その定食って、そのお米だけじゃないですよね。ちゃんと野菜スープや味噌汁があって、汁物があったり、プラスサラダ、野菜がついていて、プラスそのお肉だとかお魚とか、タンパク質がちゃんと麺のおかずがあって、お米がありますよね。そのように、例えて言うのは、給食の面に思い出してください。給食って、バランスよく作って、栄養士さんがですね、バランスよく作ってくださったあのメニューで、お米の代わりにパンだったじゃないですか。お米の代わりがパン。そのようなイメージで、あなたもそのパンを食べるときは、ぜひぜひ、その食事、パンだけが食事はなくて、食事といえばその、バランスよく定食、給食のような、ものが、1回の食事で取れてるかなっていうのをチェックしてみてくださいね。では、ここで、解決策、パンを食べてもこう太らないですね、食べ方を今3つお伝えしたわけなんですけれども、じゃあなぜそもそもそのパンを食べることがなぜそんなに太ってしまうのか、その原因を、ここでしっかり知ることが必要です。なぜかというと、この原因を知らないと、じゃあパンちょっと控えようかなっていう思いにですね、やっぱなりにくいんですね。なりにくい。しっかりじゃあなぜパンが太るのか、どれほど体に負担をかけるのかっていう、そのやっぱりマイナスの面も知っておく必要があるんです。ではまず太る原因の1番です、パンはですね、グルテンという成分が入っています。で、このグルテン実は中毒性があるので、ですからそのパンってこう食べ出すと止まらないんですね、お菓子と一緒 でしかもその血糖値を急上昇させる成分なんですね。これは砂糖異常と言われているぐらい、ものすごく血糖値を上げるわけです。そうすることで、あなたのですね、食欲が増加されてしまって、もう暴走してしまうんですね。パンを食べれば食べるほど、このグルテンの作用で、あなたの食欲自体が止まらない。なので、パンを食べた後にまたお菓子を食べたくなったり、余計なものをこう食べてしまうわけです。そして、実は残念なことに、このグルテンはですね、腸内でアレルゲン反応を起こすと言われていて、要はこう腸内が荒れてしまうわけですね。で、もう私別の動画でも、何度もお伝えしておりますけれども、腸内環境が悪いと決して痩せることはできません。何をしても痩せれない。なので、このグルテンを取り過ぎてしまうと、あなたの腸内環境は乱れてしまって、痩せることができなくなってしまうので、注意しましょうね。食べ方、取り方、内容には、注意が必要なんですよ。工夫がいるんですよ。というお話を、まあ、先ほど冒頭で3つお伝えしているわけです。では次、太る理由の2つ目ですね。トランス脂肪酸が含まれていることが、まあ、多いんです、パンにはですね。で、海外ではこのトランス脂肪酸はやはり体に害があるものだということで、きちんとその食品の成分表に表示すること、そして量を記載することを法律で義務付けられているんですが、残念ながら日本はないんです。一切ないんです。もう入れたい放題ですね。で、このトランス脂肪酸というのは簡単に言うと人工の油です。人工的に作った油なので、これを取りすぎると心臓や血管の病気になって亡くなるリスクがすごく高いんですよっていうのは、もう世間でも知られているところですよね。で、これが良くないのはですね、トランス脂肪酸を含むって書いていないので、何に入っているかわからないんですね。そこでこのトランス脂肪酸が含まれている食べ物をご紹介します。まずマーガリンです。ショートニング、ファット、スプレッド、植物性油脂と、このように書かれているものが、もしあなたがパンを買うときに書いてあったとしたら注意です。こういったものが入っていないもの、プレーンなもの、手作りのものっていうのがやはりとっても重要になってくるんですね。
本当に危険です。これ取りすぎると体に害が及ぶとか命の問題に関わりますので気をつけましょう。でまたパンに限らずいろんな加工されたお菓子にもこれほとんど入ってますから、特にお子さんに買って差し上げる時とかですね、ご自分の前の方に差し上げる時はこういったものがなるべくその入っていないものを選んで差し上げていただきたいなと思います。さあでは、すごく太る理由3つ目ですね、こちらです。悪玉菌の餌になる要素のものが、たくさん入っているわけですね。悪玉菌というのはその腸内にいるその、悪玉菌、イコールデブ菌、太ってしまう菌のことなんですけれども、この悪玉菌が大好きな餌となるものが糖質と脂質なんですね。でまさにこのパンというのは糖質もしかも脂質も同時に入っているんです。お米と違って、お米って米と水だけですよね、余計なものをこう振りかけない限りは。でもパンというのはそのもうこう作る過程でも必ず糖質と脂質がやはりこう入っているんですね。フランスパンなんかはですね、脂質の方は少ないと思うんですけれども、やっぱりパン作りには欠かせないわけです。なので食べ過ぎてしまってはこういった悪玉菌の餌となるものがどんどんセットでこうあなたのお体に入っててしまうわけですから、イコール太ってしまうということなんですね。なので、糖質はもちろん小麦です。でプラス脂質は、バター、マーガリン、ショートニング、砂糖、添加物、ここはですね、脂質はバター、マーガリンですね。でショートニングとか砂糖とか添加物、こういったこう余計なものがプラスアルファ入っているのが注意なんです。いかがでしたか？本当パンってね、美味しい、もうすごくわかりますし、私も大好きです。ただこのようになぜ太るのかということをしっかりと認識していただいた上で、ではじゃあどんなパンがあなたにとってこう食べても太らない、太りにくい、またはその痩せる要素が入っているようなものをしっかりご自分でこう選ぶことができるのかというのが、その痩せるために必要なものということになるんですね。さあいかがだったでしょうか、このお話、あなたとそして周りの大切な方々のためにぜひ、どんどんシェアしていただきたいと思います。そしてこの動画のお話役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。